絶対こいつだけは敵に回したくない戦国の猛将五選。優勝、智将、暴将、いろいろあれど絶対に敵に回したくないのが猛将と呼ばれる武将ですね。敵陣へ毎一文字に切り込み、圧倒的な武力で粉砕するその姿は敵からすれば恐怖そのものでしょう。今回は戦場を駆け抜けた5人の猛将たちをご紹介していきます。あの人が入ってないじゃないかというリクエストがありましたらどんどんお寄せください。豪遊鎮西一、猛将といえばやっぱりあの人、立花宗茂。九州の戦国大名大友氏の双璧といえば立花道雪と高橋常雲でしょう。その二人を父に持ったのが立花宗茂です。秀吉から豪遊鎮西一と称された宗茂はまさに戦いの申し子とも言うべき人物でした。天正14年1586年、島津の圧迫をまともに受けていた大友は苦境に陥っていました。いよいよ宗茂のいる筑前にも5万の島津軍が侵攻してきたのです。岩屋城が落とされて父常雲は討ち死に、弟宗正がこもる宝満城も開城して宗正一家は連れ去られていました。そして宗茂のもとにも降伏の使者がやってきます。降伏せよじゃと？バカな。父は見事に討ち死にされ、弟は恥ずかしめを受けた。この上は華々しく一戦して散る覚悟じゃ。一方、島津軍の総大将、島津忠長は困り果てていました。そうか、やはり降伏せぬか。あわよくば降伏させて筑前を手に入れようと思ったが、さすが常雲殿の息子じゃ。とはいえ豊臣の大軍が小倉まで迫っていると聞く。このまま力攻めというわけにもいかぬか。ちょうどこの頃、大友宗麟の懇願を受けて豊臣秀吉の大軍が迫りつつあり、島津としては焦り立っていたのです。筑前でまごまごしていれば命取りになりかねません。そこで忠長は全軍に撤退を命じました。しかしこの好機を逃す宗茂ではありません。兵を集めて追撃の準備をさせたのです。殿、敵は大軍ですぞ。逆襲を食らえばひとたまりもありませぬ。その通り、ここは豊臣の援軍を待ち、満を持して敵を撃ちましょう。しかし宗茂は聞き入れません。そして決然と口を開いたのです。その方どもの言い分はもっとも。しかしこのまま黙って見過ごせようか。あれが父の仇すら打てなかった不肖の息子よと笑われるくらいなら、いっそ潔く戦って討ち死にしてみせよう。その方らが止めてもわしは出陣する。この言葉に二人の重臣も納得し、士気が天をつくばかりの立花勢は追撃を開始。逃げる島津軍に大きな損害を与えました。そして奪われていた二つの城も取り返してみせたのです。宗茂の武勇を聞いた秀吉は大いに称賛し、宗茂は面目を施しました。次に宗茂が恐るべき武勇を発揮したのが、朝鮮の駅における壁堤間の戦いでした。南下してくる民軍を迎え撃つべく日本軍が集結し、宗茂と宗正が先鋒となったのです。戦いはまず先鋒同士のぶつかり合いとなりました。宗正の部隊が敵を引きつけている間、宗茂の軍勢は側面へ回り込みます。よし、思った通り敵の側面はがら空きじゃ。者ども突き崩せ。敵を押し込んだ立花勢はなおも追撃し、大きな戦果を上げました。ところがその直後、敵の本軍が押し出してきたのです。その数は味方の10倍以上でした。味方の本軍はまだ展開を終えておらぬ。何としても時間を稼ぐのだ。
激戦の中、多大な犠牲を出しつつ敵を何とか撃退するものの、早朝からの戦いで味方は疲れ果てており、本陣へ戻った時にはボロボロの状態でした。立花殿の軍勢は疲れ切っておる。後方で休まれるがよい。何の、我が軍勢はそんなにやわではありませぬ。何とぞ陣に加えてください。なるほど、さすがは西国一の強者じゃ。ならば正面は小早川殿、右翼はわしが受け持ち、立花殿には左翼へ回っていただこう。こうして日本軍の主力は明軍を迎え撃つため共和地に展開。やがて敵が迫ってくると、三方向から火が出るような勢いで攻め立てました。まさか同時に攻撃してくるとは思わなかった明軍は大混乱に陥り、総崩れとなりました。これを見た宗茂は味方を叱咤し、追撃を命じます。敵はもはや総崩れじゃ。このまま一気に敵を叩き、二度と立ち上がれぬようにしようぞ。午前10時ごろに始まった決戦は夕刻まで及び、宗茂は完膚なきまでに敵を打ちのめしました。宗茂は敵兵の返り血で真っ赤に染まり、まるで赤鬼のようだったといいます。あまりに敵の兜を打ちのめしたのか、哀悼は歪んで鞘に戻せなくなりました。明軍は6000人に及ぶ死者を出し、その多くが宗茂の追撃によるものだったそうです。その武勇、鬼神のごとし、島津切っての猛将、新色忠元。泣く子も黙る戦闘集団だった島津軍の中でも、特に猛将として知られたのが新色忠元です。小柄ながら武勇に秀で、鬼武蔵と恐れられました。豪遊で鳴る敵の武者を一騎打ちで討ち取ったり、大口城攻めでは重傷を負っているにもかかわらず突撃し、見事に城を攻め落としました。その活躍ぶりは、武勇鬼神のごとしと称賛されたそうです。その後、木崎丸の戦いや沖田縄手の戦いにも従軍。常に先陣にあって武功を挙げたそうです。そんな忠元が進化を発揮したのが、へつぎ川の戦いでした。天正14年、1586年、豊臣秀吉の先遣部隊として九州入りしたのが、戦国秀久をはじめとする四国勢です。軍議の席で忠元は、総大将島津家久に進言しました。鶴ヶ城を攻めている我らを阻止するため、四国勢は必ず川を渡ってくるでしょう。ある程度まで引き入れておいて叩くべきです。もちろんあの手で。あの手とは何じゃ？あれでございます。ほれ、沖田縄手でやったあれでございますよ。おお、釣りのぶせか。しかしうまくいくであろうか。ご心配には及びません。おそらく釣りのぶせは四国勢が見たことすらありますまい。それがしと本庄力之助が山中に隠れますゆえ、豪の者をおとりとしてお命じください。わかった。では伊集院久信をおとり役にしよう。こうしてまんまと島津の策にはまり込んだ四国勢は、伊集院勢とぶつかって押し込んでいきます。そして勝ちに乗じて前へと押し出していきました。しかし陣形が長く伸びきっていることに気づきません。山中に隠れていた忠元は北斗へ見ました。まんまと策に乗り寄って、どこまでも青い奴らじゃな。戦国とやらもアホと見える。さあ鉄砲を打ちかけよ。島津の恐ろしさを思い知らせてやれ。攻撃をまともに受けてしまったのは戦国秀久の部隊でした。鉄砲の一斉射撃に始まり、思いもしない側面から猛撃を受けたのです。
また力之助の部隊も呼応しました。混乱し防戦すらできないまま味方を見捨てて秀久は撤退。四国勢を分断した忠元は次に長宗我部信親の部隊に迫ります。ほうほう、土佐の嫡男は若いと聞くがなかなかどうして軍勢もまとまっておる。さっきのアホとは違いじゃ。その頃敵に包囲された信親は必死に防戦していました。手勢を一塊にし結露を開こうとしたのです。しかし味方は次々に撃たれ徐々に抵抗力も失われていきました。信親の最後は壮絶なものでした。薙刀で敵兵を幾人も打ち倒し、さらに太刀を抜いて奮戦、とうとう槍を受けて討ち死にしたのです。戦いの後長宗我部の使者として谷忠純がやってきました。信親の亡骸を引き取るためです。忠元もその場に立ち会っていました。そして涙を流しながら謝罪するのです。戦国の習いとはいえどうか許されよ。信親殿の最後は立派なものであった。もし敵同士でなければ一度話してみたかったものよ。忠元は旧知の僧を忠純に同行させ土佐まで付き従わせたといいます。一方豊臣と島津の戦いは最終局面を迎えました。忠元は大口城で籠城することを決め戦いの準備を進めます。ところが当主島津義久はこれ以上の抗戦を諦めてついに屈服。それでも忠元は戦う姿勢を崩しません。困った義久は大口城へ使者を送り書状で忠元をたしなめたといいます。わしはすでに秀吉と和睦した。これ以上弓を引くのはわしに対しての反逆行為だと心得よ。ここに至って忠元は降伏を決意しついに城を開きました。するとひれ伏す忠元に秀吉がこう問いかけます。忠元どうだ、まだわしと戦うつもりか。主君義久が命じればいつでも何度でも戦いましょう。しかし義久は真心を持って約束を守るお方ゆえ約束をたがえることはございません。それを聞いた秀吉は忠元の心構えに感心しその場で脇差しを与えたそうです。忠元は猛将であると同時に家臣としての忠誠心も持ち合わせていたのでしょう。金棒を担いだ姿はまさに鬼。関東随一の猛将真壁氏元。戦国時代の関東地方といえば小田原北条氏の一人勝ちかと思いきや多くの勢力が存在していました。日立の戦国大名佐竹氏もその一つです。佐竹は周辺の弱小勢力と連合して北条に対抗し自らの領国を守りきっています。そんな佐竹に味方した国衆が真壁氏元でした。父久元もまた豪遊で知られ氏元はその DNA を受け継いだのでしょうか。若い頃に剣豪塚原牧伝に師事して剣術を学び後に霞流棒術の創始者になったとされています。普通の武将であれば槍や太刀を持って戦いに挑むわけですが氏元の場合は違いました。樫の木を六角に削り両を打ちつけて補強した金細胞という武器を振り回して戦場をかけたといいます。その威力は絶大でした。氏元が金細胞を振り回すと敵兵が面白いように吹き飛んでいくほど。いつしか氏元は鬼真壁の異名で知られるようになり彼が戦場に立つと敵は震え上がったといいます。その姿はまさに鬼でした。氏元が恐るべき猛将ぶりを見せたのは永禄12年1569年のこと。
北条に味方していた織田氏春が佐竹方の柿岡城を攻めようとし、手這坂という場所に陣を敷きました。柿岡城にこもるのは梶原正景ら1000ほどの兵です。正景は主君佐竹義重に救援を求め、太田助政と氏元が駆けつけました。両軍は手這坂を挟んで対峙するも、氏春が決起に流行るのです。我が方は坂の上に陣取っておる。ここから駆け下れば勢いのままに敵は崩れるだろう。しかし敵にはあの鬼真壁がおりまする。安易に突っかかれば痛い目を見るのでは。なんの、こちらの軍勢の方がはるかに多い。一気に勝負を決してくれるわ。そして織田勢は全軍で坂を駆け、真下の佐竹勢を突き崩そうとしました。しかし、氏春め、まだまだ負け足りぬと見える。今度こそ完膚なきまでに任してくれよう。鉄砲隊前へ。氏元が号令をかけると、待機していた鉄砲が一斉に火を吹きました。反撃をまともに食らった織田勢は狼狽し、氏春の重臣岡見春助までが討ち死にしました。なんと氏元はこの時のために紀州根来寺から総兵を招いていたのです。これが鉄砲とやらの威力か。早く陣を立て直せ。この時期の関東では鉄砲がまだ珍しく、氏元はいち早く鉄砲の有効性に目をつけていました。奇戦を制したと見た氏元は全軍に命じます。この機を逃すな。わしが先陣となるゆえ、皆の者ついてまいれ。そう言うや否や駆け出した氏元は、当たるを幸い敵陣を粉砕していきます。敵兵は逃げ惑い、逃げ遅れた者は次々に金細胞の餌食となりました。氏元の姿はまさに阿修羅そのもの。無人の野を行くかのごとく追撃の手を緩めません。何が戦国の不死鳥じゃ、たわいもない。氏春は織田城を目指して逃げていきますが、すでに氏元が命じておいた別動隊によって占領されており、仕方なく土浦城へ落ちていったといいます。家康のピンチを幾度も救った豪遊の師、本多忠勝。家康に過ぎたるものが2つあり、からの頭に本多平八と謳われた本多忠勝ですが、西の立花宗茂と並んで猛将として称賛されました。まず忠勝の名を一躍有名にしたのが、一言坂の戦いと呼ばれる激戦です。元亀3年1572年、徳川家康が治める遠江へ侵攻した武田信玄はいよいよ浜松へと迫ります。家康はこれを迎え撃つべく出陣しますが、逆に打ち破られて撤退を余儀なくされます。しかも武田軍の追撃は急でした。馬場信房らが追いつき、背後から襲いかかろうとしていました。ここで神狩りを務めるべく、武田軍の前に立ちふさがったのが忠勝です。自慢の槍トンボ切りを小脇に抱え、手勢とともに敵を迎え撃ちました。我ら士兵となるべし。味方の退却を見届けるまで死んでもここは通さぬ。そう命じると果敢に敵陣へ突撃し、一丸となって奮戦しました。まさか敗走している徳川軍にこれほど士気の高い部隊がいるとは思わず、武田軍は苦戦を強いられます。逆に押し込まれるありさまで損害ばかりが増えていきました。あれが本多平八か。聞き死に勝る武勇よな。敵が疲れたところを討ち取れ。やがて忠勝隊は満身創痍になりながら役目を果たします。いや、忠勝は不思議と傷一つ負ってはいません。
本隊の撤退を見届けた忠勝は、今度は馬首を返して撤退を図りました。しかしその頃にはもう敵が後ろに回り込んでおり、退路を塞がれていたのです。こちらにも敵か。ならば打ち破るまで、者どもこの兵八がかけるゆえついてまいれ。すさまじい勢いで坂を下り、まさに鬼神と化した忠勝にかなう者などいません。武田方の武将小林左近は思わず退路を開けてしまいました。まさに猛将よ。あれを相手にするなど命がいくつあっても足りぬわい。左近のそばを通り抜けるとき、忠勝はふと速度を緩めて問いかけたといいます。おかげで助かった。貴殿の名を聞いておこう。小林左近と申す者。やはり本田のは音に聞こえた豪の者じゃな。わしの気が変わらぬうちに通り過ぎるがよい。こうして忠勝の活躍があって、家康は九死に一生を得たのです。時は移って天正12年、1584年、敵対していた羽柴秀吉と徳川家康は小牧で対峙し、長久手の戦いで勝利を収めた家康は自陣に引き上げようとしていました。一旦は部下が負けたものの、まだまだ余力のあった秀吉は追撃を命じ、2万の大軍で背後から襲いかかろうとしたのです。徳川軍の後方はがら空きですから、ここで攻撃を食らえば窮地に陥ります。すると忠勝が500ばかりの兵を率いて新狩りを引き受けました。わずかばかりの兵でわしを止めようとするのか？鉄砲を打ちかけてみよ。すぐに退散するであろう。盛んに鉄砲玉が襲いますが、忠勝は余裕しゃくしゃくでした。あろうことか敵の眼前で川へ乗り入れ、悠々と馬に水を飲ませるほど。これは馬鹿にされたものよ。黙ってはおられませぬ。すぐに軍勢を繰り出して討ち取りましょう。しかし秀吉は忠勝の姿をじっと見つめると意外な言葉を口にしました。いや、それには及ばぬ。あれは家康を逃がすための覚悟の表れであろう。ここで攻めかかれば手痛い目に遭うのは間違いなかろう。秀吉は忠勝の態度に感じ入り、それ以上の追撃は思いとどまったのです。ピンチの中にチャンスあり、部下に示した覚悟とは。柴田勝家。織田信長の宿老だった柴田勝家もまた猛将として知られた人物です。鬼柴田とも呼ばれていますね。しかしながら勝家が戦場で活躍したという話はあまり伝わっていません。統率力に優れていたため、どちらかといえば司令官やまとめ役という立場だったのでしょう。とはいえ、勝家の武勇を示す逸話がないわけではありません。それが亀割柴田のエピソードです。永禄11年、1568年、美濃から上洛を果たした信長は京都へのルートを確保するため、南近江に重臣たちを配置しました。勝家は朝貢事情を任されたそうです。ところが信長によって近江を追い出された六角上亭が虎視眈々と給料を取り戻す機会を狙っていました。元亀元年、1570年、信長が動けない隙をついた六角軍が朝貢事情を囲みます。ちょうど浅井朝倉連合軍が近江へ迫ってきた時期でもあり、援軍が見込めない状況でした。勝家は籠城を決意するものの、一つ心配の種があります。城内には井戸がなく、谷から流れてくるわずかな水を当てにしていたため、水の確保が難しかったのでした。
やがて城の弱点を知った六角軍が谷の水を止めてしまい、たちまち城内は水に苦しむことになります。蓄えた水こそあるものの心もとないものでした。城を囲む敵は大軍、味方は援軍に来ない。さらに水も不足してきたか。さてどうしたものか。すると苦境に陥った勝家を見透かしたかのように、六角軍から降伏を勧める使者がやってきました。勝家は使者の口上を聞くと、すぐさま降伏を拒否したといいます。やがて使者は帰る間際になって、勝家にこう言いました。この城山へ登る途中で手が汚れてしまいまして、申し訳ありませんが手水を貸していただきたい。すると勝家は何食わぬ顔で近従たちに命じます。彼らが持ってきたのは水が入った大きな亀でした。これでいくらでも手を洗うがよい。使者もこれには驚きました。城は水の手を断たれて苦しんでいるかと思いきや、ふんだんに水があるというのです。しかも手を洗い終えると亀の水を全部捨ててしまうではありませんか。ところが使者が帰った後、勝家は大いに後悔します。ほとほと困ったのう。敵の使者の手前思わず強がってしもうたが、これでますます水不足になろう。ここに来て勝家も決意を固めました。ここで頑張っていても朽ち果てるだけ。ならば活路を見出そうと、翌日城兵たちを庭に集合させた勝家は静かに語りかけます。目の前には残り3つになった水がめが置いてありました。これが最後の酒宴じゃ。とは言っても酒はなく水しかないが、この水を思う存分飲んだ後、城から打って出ようと思う。ここに留まるも地獄、先へ進むも地獄じゃ。ならばもののふらしい最後を遂げようではないか。皆で存分に水を飲むと、勝家はなぎなたの石突きで亀をついて壊してしまったといいます。そして夜明け前になると、城を打って出て敵に攻めかかりました。まだ寝入っていた六角軍はたちまち大混乱し、同士討ちを始める者、逃げ出す者が相次ぎます。とうとう敵の包囲を突破した柴田勢は大勝利を収め、勝家は亀割柴田という異名を取りました。